じゃん、いいじゃん、コブちゃん。グッド。よいしょ。はい、なんと我が家にですね、こちらのペットカートがついに届きました。イエーイ。今回はですね、案件をいただきまして、ペットカートをご提供いただいたので、その紹介をさせていただきたいなというふうに思ってます。コブちゃん、コブちゃんやったよ、ペットカート来て。ちゃん、ペットバージョン、これでいろいろお出かけいけるよ、ボブちゃんね。ということでということで、ちょっと開封をしていきたいと思いまーす。よいしょー。だー、今回届いたペットカートです。すごいね、想像以上にでかい。フォトスターさんのペットカートなんですけれども、確かに想像以上にでかい。ちょっと組み立てていきたいと思います。中のやつをグッと外に広げると、結構硬いね。あった、これ入るのか。そうだね、こっちが来たら、こっちから お、そっちが簡単だったね。はい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 。で、マットが付いてる。で、マット入れて。なんかさ、ゆくゆくはココちゃんのお気に入りクッションとか入れられるといいね。うん、お気に入りクッションあるからね。これ何？リードくっつけるやつ？そう。はい。こんな感じ。で、こちら、これ今簡単にはめたけど、ベース外すの。あ、こうボタンだ。ボタンがあるから、こうやって。おー、すげえ簡単じゃん。よいしょ。屋根。で、前後。開く。お、いいね、いいね。で、じゃあ実際にココちゃんに入ってもらいましょう。大丈夫かな。じゃあ実際にココちゃんにカートに入ってもらいます。あ、いいじゃん、いいじゃん、ココちゃん。グッド。コブちゃん、グッドだよ。かわいいじゃん。かわいい。もう2匹ぐらい入れそうなぐらいのサイズだね。でも、ありがたいね、これだけ広々と。うん、くつろいで寝れるよ、ちゃんと。ね。コブちゃん、ちょっと蓋します。ここ上がって。入った。まあ、いいじゃん、いいじゃん。大丈夫そうだね。ここも意外と軽いわ。はい、こんにちは、ココちゃん。いいね。動いてるよ、ここ。タイヤの動きも。すごい、
スムーズで。あ、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。おばあちゃんが見てて。うん、いいね、いいね。こういうことです。あ、完璧。はい、これで完成ということで完璧ですね。完璧。これで雨の日も怖くない。まあ人間は濡れるけど。あ、これはちょっと荷物のところにしまわせてもらって、完成ということで。収納した際にここの取っ手のところが伸びるらしくて、これでこういう感じで持ち運べるという、非常に便利だね。うん、こういうちょっとしたありがたい機能もついてるんでいいですね。はい、ということで今回モトスターさんのペットカートをご提供いただきまして、実際にあのペットカート欲しかったんだよね、うん、探してて、 そうそのタイミングであの今回お声掛けいただいたのでありがとうございます。ありがとうございます。で、価格が、Amazon での購入になるんですけれども、18,500円で、色がこのカートがグレーで、もう一色カーキがあるので、ぜひ皆様チェックしてみてください。動きも、まあ、ちょっと重さは確かにあるんですけど、でも割とその方が しっかりしてるなっていう感じがあって、うん、いいかなと思います、ね。あとこの、カゴ自体を取り外しできるので、車の中にあのカゴだけ積んでここ乗せてとかっていうのもできるし、割とね、最初取り出した時みたいに結構コンパクトになるんで非常に便利そうだなというふうに感じましたね。よかったね、ここ新車だよ、ここの。はい、ということで今回は、このペットカートのご紹介だったんですけれども、次回の動画でこれからお出かけしていきたいなと思うので、その、動画を上げさせてもらいたいなっていうふうに思ってるので、ぜひ次回の動画も見てください。お願いします。はい、ということでコブちゃんお出かけ行こうかね、これ乗って。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こっちにもバイバーイ。